おはようございます。塚原農園です。今日は農家が作る家庭菜園に来ております。今日は白菜の収穫をしたいと思います。今までマルチを張って植え付けをした白菜、防虫ネットを張っておきました。いやあれからかなり経ちましたけどもね、暑い時期に苗を植え付けをしまして、さてどうでしょうか。ではちょっとこちらをめくっていきたいと思います。3、2、1、オープン。じゃじゃーん。うおー、ひひ、白菜が、できましたね。あ、でもちょっとここかじられてますね。うん、少しやっぱりこう草取りとかした時に撮影中に入っちゃったんかもしれません。いや、それにしてもいい白菜が取れましたね。まだ取ってませんけれども、うん、ピッカピカですね。これはタイニーシュシュという小さな白菜になります。うん、ミニ白菜ですね。はい、それではこちら切っていきましょう。楽しみですね。ワクワク。我が家でもこれ白菜初物ですからね。じゃあまずはバキバキと折りまして、お尻を一突き、ちょんと。さて、どうでしょうか。おー、重い。すごいですね。じゃじゃーん、見てください。じゃじゃん、すごい重量。いや、巻いてます、巻いてます。これ、ミニ白菜かな？どうでしょうか？お尻は？あ、お尻もすごく綺麗ですね。うん、バッチリです。いや、いい白菜が取れました。これ、6個玉ぐらいの普通の白菜でいけそうなぐらい、がっしりしてますよ。何キロぐらいあるかな ?2キロ。1.5 から2キロ弱ぐらい。いや、2キロぐらい。どうでしょうかね。かなり重いです。ぐるりとちょっと回していきましょう。これがね、タイニーシュシュというね、ミニ白菜ですけど、じゃ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 んと。いや、最高級じゃないですか。じゃん。いや、これすごい。ちょっと剥いてみましょう。中はどうなっているか。外葉もね、こういったものも食べられますけど、どうなっているかちょっと見ていきますね。はい。わー、綺麗ですね。この辺り最高じゃないですか。白と緑のグラデーション。いや、これは、うん、最高ですよ。素晴らしい。いや、先ほど収穫したところの切り株、ね、お尻のところは、まあ、どうなってますかということで、ちょっと見ていきましょうか。これ先ほど落とした葉っぱですね。うん、これは綺麗ですね。はい、株元。おー、いいですね。あ、病気にも強いということが分かりました。うん、マルチをしてやっていい感じに育ってるんですね。うん、あ、オッケーオッケー。ベト病も、うん、大丈夫です。どうでしょうか。いい感じですね。最初の枯れっぱなどはありますけれども、植え付けをした、ね、白黒マルチが見えましたね。白いの。これが白黒ダブルマルチというマルチなんですけど、すごく暑い時期に植え付けをしたんですが、その時に温度がね、すごく高かったんですけれども、これをやることによって、地面の温度、地温を下げることができたんですね。ということで、ちょうど早いですよね。まだ10月、ね、中旬ですから、今収穫できるっていうのはね、すごく早いと思います。いや、素晴らしいですね。じゃあ次、ちょっとこっちも取っていきましょう。これはどうでしょうか。うわ、これも、これがミニ白菜らしい大きさかな。うん、ずんぐりむっくりの。先ほどはちょっと大きすぎたぐらい。よ、いいですね。追肥は1回だけです。もうそのままですね、雑草を草取りするときに追肥をしながら1回動画に上げましたよね。まあそれだけですね。もうそのまま、あとはマルチョ、防虫ネットも閉ざしたままです。わ、これも最高級ですね。よいしょよいしょよいしょか。見ていきましょう。じゃーん。これ2つ目。これ一番手前側ですね。どうでしょうか。うわ、最高。これも重いですね。
うん、これは14、15号の袋じゃないと入らない。大きさとしては、はい、うん、そうですね、35センチぐらいありますね。いや、大成功。これ、葉っぱはどうだろう。あ、葉っぱ柔らかいです。やっぱりミニ白菜ならではのね、葉っぱの柔らかさ。うん、あります、あります。柔らかい。これだったら生サラダでも美味しいかもしれません。ね、鍋料理も最高ですね。うわ、すごいな。それではもう一つね、取ってみましょうか。あちらの奥側。これは2畳上で植えたんですね。手前と奥とやったんですけれども、こっちはどうかな？よいしょ。こっちは結構ね、穴が開いていますね。この穴はカタツムリかもしれないですね。カタツムリってほんの隙間から入っちゃうんですよね。でも今のところカタツムリの姿は見えないので、ナメクジとかはいないので、ね、まあやっぱり入っちゃったんかもしれないですね。与党かな。はい。うお、これもすごい。じゃじゃーん。上から見てみましょう。どうでしょうか。おお、硬いです。もうこれ以上、ね、パンパンになったら、はっ、こう、パーンといっちゃいそうなぐらい。いや、いいミニ白菜ですね。タイニーシュシュ、どうでしょうか。もう少し早く収穫すれば、もっと小さく取れる。で、早く取らなくても、もう少し栽培する日数をかければ、ここに大きくなるんですね。だいたい2ヶ月ぐらい、苗を、うん、種をまいてから2ヶ月ぐらい経ちました。2ヶ月半ぐらいですかね。まあ70日ぐらい経ったかもしれません。目安としては50日から収穫できると言われています。ね、いいですね。2畳でマルチで植えましたけれども、揃った白菜ですね。最高級。ありがとうございます。いやー、すごくいい白菜がね、今年も取れましたね。まず第1回目は、うん、ミニ白菜として、ま、早生に当たりますよね。とても小さいタイプとして収穫ができました。で、これは生サラダでも、ま、今まで通り使っていただいているような、一番多く使われているような、ま、鍋料理ですよね。白菜。ミルフィーユ鍋。豚バラ肉なんか挟んだら最高じゃないですか。豆乳を入れて、超ヘルシーですね。これはマルチを使った栽培方法ですね。で、そしてミニ白菜ということなんですけれども、なんとあちら側にですね、はい、ちょっとあれも取ってみましょうか。こちら春菊も大きくなりましたね。春菊とネギと豆腐と白菜ね、お鍋には欠かせませんね。いや、お腹空いてきちゃいましたね。いやー、こっちはやっぱ防虫ネットをしてないのでね、穴がすごいです。うん。これはカタツムリですね。というのも、はい。隣がヤブなんです。開いたところからカタツムリが来ます。あとは、こちら。はい。コンクリート。ね。擁壁がありますね。コンクリートのところはカタツムリが集まりやすいです。石灰なので、石灰のところを好んで舐めに来るんですね。だからコンクリートとか、塀があるそばで畑がある方は意外とカタツムリなどに食べられて、まあこのように穴が開いている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これですね。まあ見つけたら葉っぱの裏などにコロコロっと転がったりしますので、見つけたら捕まえてやるしかないですね。はい、これは紫草紙という紫色の白菜です。すごく大きくなりました。これ最悪。中はね、食べられたら、ちょっと終わってしまいますけれども、これは外の葉っぱです。こういった外の葉っぱが食べられる分には白菜は大丈夫ですね。問題はありません。いやー、こちらすごいです。これすごく大きいですね。これはマルチなしの中手タイプの、白菜になります。すごいですね。中央吹きですね。80日とか85日とかという白菜になります。そしてこちらがマルチをした白菜です。こちら見ていきましょう。やっぱりすごいですね。穴がヤブに近い方がやっぱり食べられてますね。うん、夜来てるんでしょうね。今パッと上から見るだけだと、そうですね、カタツムリはいらっしゃいませんので、うん、
多分夜来てるのかもしれないですよね。まあ、そういった時はこうやって葉っぱの後ろをこうめくっていただいて、よく観察してみるんですね。うん、いるかなーって、カタツムリいたらね、捕まえましょうということでやっていただければと思います。やっぱり防虫ネットはとても大切だということが分かりましたね。こちらもね、マルチを使った栽培方法ですけれども、とこっちはどうでしょうか。黄金白菜、黄金白菜はすごく葉っぱが柔らかいので特にねやられてますね。はい、いかがだったでしょうか。今回はミニ白菜ね、早生タイプの白菜を収穫ということでやらせていただきましたが、今日のテーマはね、防虫ネットですね。やはり防虫ネットをして、置くことによってこれだけね差があるということが、分かりましたね。まあ、多少減りのところは少し、ね、入り込まれたところはありますけれども、やらないよりはやった方が断然いいということです、ね、特に白菜というものは葉っぱが特に柔らかいんですね。株に続いて白菜、秋と冬に収穫をする野菜の中では葉っぱを食べるものとしては白菜がやっぱり狙われやすいということで、ね、防虫ネットなどをやっていただければ対応ができると思います。で、これからアブラムシが11月12月にかけて、ね、冬を越すために葉っぱの中に入り込もうとします。一番多いのが白菜です、ね、中入り込むと寒さ霜から守れて冬を越すことができるんですね、アブラムシたちも。ということなので防虫ネットはまだまだかけておきましょう。収穫間近になったからといってこう全部開けてしまうのではなくて、収穫をしたらもうすぐにまた閉ざしてしまうということにやっていただければと思います。はい、ということで今日はね、この白菜が、取れたということで、これコンテナ、出荷のコンテナなんですけども、これ普通の中手タイプの白菜が3つ入る大きさのコンテナで、大きいやつなんですが、なんとミニ白菜で、ね、ちょっとスカスカですけど、まあ、3つしか入りませんね。まあ、このぐらい大きく成長できるということは、ね、短期間で収穫ができるということを考えると、ミニ白菜というのはこれから魅力ですね。うん、昔と違って今白菜は私の地元でも直売所などでは大きな白菜もまあ好まれるんですが、どちらかというとミニ白菜の方が需要が多いです。買われていかれる方が7割ぐらいですね、多いですね、うん、ということで皆さんもとても作りやすい品種になりますので、まあ、栽培期間が短いということですよね。ということになりますので、ぜひまだ作ったことない方いましたら、来年はチャレンジされてみてはいかがでしょうか。また春を収穫する春白というものも、春白菜というものもありますので、こちらもやってみてはいかがでしょうか。ということで今日は白菜の、ね、収穫の様子になりました。今日の動画がいいと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。